はい、こんにちは。小4算数を始めます。今日はね、折れ線グラフっていうのをやっていきます、ね、聞いたことある人もいるかもしれないですが、折れ線グラフっていうのはね、まあ、こういうグラフです、ね、まあね、見たことあると思いますが、これね、折れ線グラフっていうのはね、気温などのように変わっていくものの様子を表すために使います。いいですか、ね、他にもね、何やらグラフっていうのいっぱいありますね。折れ線グラフの他に棒グラフとかね、帯グラフとか円グラフとかね、そういういろんな何やらグラフっていうのが出てきます、ね、それはね、後々やっていくとして、今日はね、折れ線グラフだけやっていきたいと思います。いいですか、折れ線グラフっていうのはこういうグラフです。いいですか、ね、でね、まあ、それぞれにね、まあ、名前があるのでね、しっかり覚えてください。まずね、折れ線グラフにはね、グラフの一番上に表題、まあ、題名ですね、を書きます。これ結構忘れがちなんでね、気をつけてくださいね。題名を書きます、ね、このグラフは例えばね、こう気温のグラフなんだよとかね、水の温度のグラフなんだよとかね、太陽のグラフなんだよとかね、そういうのが分かるようにここにね、題名をまず書きます。いいですか、ね、であとね、こういう、まあ、マス目が書いてあるんですが、マス目のね、この縦、ね、縦、これを縦軸と言います。いいですか、縦軸。ね、縦や縦なので縦軸。ね、で、まあ、縦軸にはね、実際数字をね、書いていくんですが、でここには単位を書きます。縦軸の単位を書きます。例えば、気温などの場合は、ね、ここの単位はね、度になりますね。度。ね、でここがね、具体的になんか、ね、まあ、1度、2度、3度みたいな感じでね、こういうふうにメモリを打っていく。すると、1度、2度、3度っていうね、そういうふうに読んでいきます。いいですか？縦軸の単位をここに書きますね。こういうふうに括弧でこういうふうに書きます。いいですか？で、次、こっち。これはね、横軸って言います。横軸、ね。横軸もね、一番右に横軸の単位を書きます。例えば、気温の場合はね、例えば、朝の8時から夜の8時までとかね、だったとしたら、ここね、8時、まあ、9時、10時みたいなね、感じでメモリを打っていて、ここの単位は時になりますね。時間の時。ね、こういうふうに横軸の単位をここに書きます。で、縦軸の単位はあそこの上に書きます、ね。この単位を書くのもね、結構忘れがちなんでね、しっかり自分で書くとき気をつけてくださいね。で、あとね、注意してほしいときがあるんですが、よくね、このここら辺にこう、なんかね、こう、なみ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 とかね、こんな感じでね、書かれている場合があります。これはね、どういうことかっていうと、ここはね、こう本当はいっぱいあるんだけど、こう省略してますよっていう意味なんですね。省略、ね、省略してますよ、ね、例えばね、気温とかの場合はだいたいね、いきなりここら辺から10度ぐらいから始まったりするんですね。本当はこう 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってメモリが打ってあるんですが、その部分をね、省略してますよっていう記号、ね、端折ってますよっていう記号がこういうなんか波波波波になってたりね、する記号になります。いいですか、ね、そういうのもね、しっかり見逃さないようにね、してほしいと思います。いいですか、ね、グラフの問題はね、グラフを見て答えるのと自分でグラフを書かなければいけない場合と2つパターンがあるね、どちらもできるようになってほしいと思います。いいですか、で、あとね、折れ線グラフをパッと見てね、大きな特徴があるんですね。それが右のところね、傾きが急であるほど変わり方が大きい、こういうね、性質があります、ね、傾きが急っていうのはね、どういうことかっていうと、ここね、こういう傾き、これ傾きっていうんですが、傾きが急っていうのはね、一番ね、まっすぐ出すことは実際ないんですが、まっすぐに近い
立ち方をが傾きか急って言います。いいですか、ね、横に近い実、まあ、横になることもあるんですが、この場合が一番傾きが小さくない、大きくないんですね。でこういうふうにね、ギュッてこうまっすぐにはならないんですが、ギュッてなる時が傾きが急ってことになります。なのでこれね、この中で一番傾きが急っていうと、ここからここの間、ここなんですね。ここが一番傾きが急になります。いいですか、ね、で傾きが急っていうのは一番変わり方が大きい。この場合だと例えば気温だとしたら、一番気温のね上がり方が一番大きいっていうふうになります。このね、傾きっていう言葉とね、傾きが急っていう、急とあと緩いっていう言い方があるんですが、ね、急な場合と緩い場合、ね、この違いしっかりね覚えてください。いいですか、ね、これがね折れ線グラフっていうねグラフになります。またね、さっきも言いましたが、棒グラフとかね、帯グラフとかね、円グラフとかね、そういうのになってくるとまたね全然違う使い方になってくるのでね、その辺もねまた後々ねやっていくと思うので、その時にねまたしっかり覚えるようにしてください。いいですか、はい、じゃあね次いきたいと思います。はい、まずはね一緒に例題ですねやっていきましょう。次の折れ線グラフは気温を調べたものです、ね、気温を調べたので気温って表題が書いてあります。でここね縦軸が度温度ですね、縦軸が温度で、横軸が 時間ですねになって、でここねちょっと二重線になってますが、これはねここが省略されてますよってことです。本当はねこう1から10の間もといっぱいあるんですが、ここが省略されてて、こういきなりねここから10から始まってますよってことになってます。でこれがね実際の折れ線グラフです。でね、どういう問題が出てくるかっていうと、ね、例えば1番、縦軸の1メモリは何度を表していますか、こういうようなね問題が出てくる。これどうやって解けばいいかっていうと、縦軸なんでこの軸です ね。で縦軸の1メモリは何度を表していますか、1メモリは1度じゃないのかって思ったかもしれないですが、必ずしもそうとは限らないですね。例えばこの場合、ここが10ですね、でここが20、ね、その間が1、2、3、4、ここです。5メモリで10度上がってますね、10度から20度、5メモリで10度上がってるってことは10度割る5で2度、ね、これ1メモリは2度なんですね。だからここが12、ここが14、ここが16、でここが18なんですね。こういうメモリになります、ね、いいですか、こういうような問題がよく出ます。次ね2番目、最高気温は何度ですか、最高気温一番高い気温ですね。この中でこのグラフの中で一番高いのはここですね。ここが何度だったかっていうと20度ね、だから20度になります。こういうふうにね、グラフを読み取る力ね、これもしっかり覚えるようにしてください。で次、3番。気温の上がり方が一番大きかったのは何時から何時までの間ですか、ね、これが一番難しいですね。上がり方が一番大きいっていうのは、さっきのね、さっきで言うところの、ね、傾きが急ってことです。一番傾きが急の、これがね、傾きが急ならどれかなって考えると、ここではここですね、ここが一番まっすぐに近い傾きになってますね。いいですか、ね、ここ要するにここからここの間が一番ね傾きが急になってます。なので答えはね8時から10時までの間、ね、こういうふうになります。ね、午前とかつけた方がね、より丁寧ですね。午前8時から午前10時の間。ね、これ意味になります。よいしょ。ね。こういうふうにね、折れ線グラフを見て問題を解く。ね。こういう問題も出てくるのでね、しっかり解けるようになってほしいと思います。いいでしょうか。はい。ではね、次いきたいと思います。はい、じゃあね、これ問題です。次の折れ線グラフは地面の温度を調べたものです、ね、なので表題は地面の温度になっています。ですか、で問題3もあります、ね、この折れ線グラフしっかり見てね読み取ってほしいと思います。いいでしょうか、
ではね、一旦映像を止めて、解き終わったらね、また続きを見るようにしてください。では、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあやっていきたいと思います。まずね、1番、縦軸の1メモリは何度を表していますか。ね、さっきもやりましたね。これね、ここが10度です。で、ここが20度です。いくつメモリがあるかっていうと、1、2、3、4、5、5メモリで20です。ね、5メモリで20ってことは、これね、5メモリで10度、10度上がってるんですね。なので10度のメモリを5つに分けてるんだから2度ですね。いいですか、ね、2度になります。いいですか、ね、10度から20度に10度上がりましたね。それを5メモリで表現しているので、答えは2度になります。次に2番、最高地温、地温ってちょっと難しい言い方ですかね。空気の温度は気温って言いますが、地温というのは地面の温度ですね。地面の温度、最高地温は何度ですか。これね、これ見てもらって、一番気温が高いここですね。でここは何度かって言ったら、ここに具体的に数字書いてないんですが、1メモリが2度って言ってたんで、ここね、22度足すと、ね、22度になります。いいですか、ね、だからね、これ1番の問題もし間違ってたら、2番もね、必ず間違ってしまうんですね。こういう問題多いんでね、1番を間違ったら、あとその先の問題全部間違えてしまうとかね、そういう問題もあるので、しっかりね、解けるようになってほしいと思います、ね、22度です。次、地温の上がり方が一番大きかったのは何時から何時までの間ですか、ね、これもだから上がり方が大きいっていうのは、傾きが急ってことですね。一番まっすぐに近い傾きになっているところです。なのでこれはここですね。ここからここの間、ね、この間が一番傾きが急ですね。なので8時から10時の間になります。いいですか、午前8時から午前10時の間ね、こういう風になります。いいでしょうか、どうですかね、できましたかね。これね、グラフを読み取るっていうのはね、なかなか最初難しいかと思いますが、慣れてきたらね、それほど難しい問題じゃなくてね、得意分野になるかもしれないんでね、しっかりやってほしいと思います。いいでしょう、はい、ではね、次いきます。はい、次もね、また例題です。次の表は川の水の温度を調べたものですね。川の水の温度を調べたものです。で、これね、次の表はって書いてある、表はこっちなんですね。こっち、時刻と温度の表です。で、問題は1問、折れ線グラフに表しなさい、ね、次は折れ線グラフを自分で書く問題です。表を見て書く、これもね、たまに出てきます。しっかりね、書けるようになってほしいと思います。これね、もう全部ね、縦軸、横軸、何を書けばいいか分かってるので、順番に書いていきましょうね。6時の時に10度です、ここ、ね、8時の時に12度です。なんでね、これメモリは1、2、3、4、ね、5で5度上がっているので、これね、1メモリ1度ですね。なので8時の時は12度、10時の時は15度、12時の時は19度、ね、で14時の時は17度で、16時の時は15度、これを結んでいきますね。先生はちょっと手で書きますが、ね、みんなは定規で書いてくださいね。ね、こういうふうになります、ね、10度、12度、15度、19度で、17度、10度、ね、こういうふうになります。定規で引くとね、もっときれいに書けるのでね、しっかり書けるようにしてほしいと思います。こういう風に書いていきます。いいですか、自分で点を打ってね、丸、黒丸をしていって、それを定規で結ぶ、まあそれだけですね、やり方として。
いですか、こういう風になります。で、今回はね、縦軸とか横軸とか全部書いてありますから、ね、それが書いてないような問題もあるのでね、そういう時は自分でちゃんと書く必要があります。特にね、この表題ね、これ忘れがちなんでね、しっかり書けるようにしてください。いいですか。はい、じゃあ次いきます。はい、じゃあね、問題です。今日はね、ここまでですね。次の表は、ある銭湯のお風呂の水の温度を調べたものです。これね。で、1番、1の表題を書きなさい。2、2、3、4に当てはまる数を書きなさい。で、括弧3番が折れ線グラフを書きなさい。こういう問題になっています。いいですか。しっかりね、表と問題をしっかり読んで、何を答えればいいかしっかりね、意識してやってほしいと思います。いいですか。ではね、一旦映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずね、1番。表題を書きなさい。ね、ここに表題書かないとダメです。ね。で、これは何を調べたものかって言ってると、お風呂の水の温度って書いてありますね。お風呂の水の温度を調べたものですって書いてあるので、答えはね、そのままです。お風呂の水の温度とここに書きます。お風呂の水の温度。ね。これが表題になります。ね。で次、丸に丸三丸四で当てはまる数を書きなさい。これね、縦軸です。縦軸、度って書いてあります。度って書いてあるので、これね、温度を書くんですね。で、これね、ここから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10メモリあります。10メモリで、でね、なるべくね、折れ線グラフっていうのは変化が分かるように書かないとダメなんで、ね、例えばね、ここをの30度にして、次、ここ40度にしようとかね、そんな風なメモリにしてしまったら、もう全部ここでしか動かなくなるんですよね。そういうようなメモリではなくて、広く使える、一番グラフとして広く使えるようなメモリの打ち方をします。いいですか、ね、これちょっと最初難しいんですが、この場合はね、例えば、一番温度が低いのはここです ね, ね。で、一番温度が高いのは42度。ね、ってことは、38度から42度の間を表現できればいいんですね。いいですか、ね、38度から42度の間を表現できればいいんです、ね、で、ね、メモリっていうのはね、基本的に10、ね、下一桁が10とかね、0とか5とかね、まあ偶数とかそういうふうにしていくのが基本なんでね。この場合ね、38度から42度の間を10メモリで表現しようと思ったら、これね、ここを35度にすればいいんですね。で、一度刻みでやっていくと、36、37、38、39、40、ここが40。で、41、42、43、44、45。ね、ここを45。そうしてあげると、38から42の間がね、広い範囲で表現できますね。いいですか？なのでね、これは40、2番が45、3番が40、4番が35、ね、こういうふうにメモリを打ちます、ね、このメモリの打ち方ね、最初慣れないかもしれないですが、ね、こう最高と最低を見つけてね、その間をうまく表現できるメモリを探す、ね、だんだん問題をたくさん解いていたら慣れると思うんでね、やっていってほしいと思います。で、これができたら、あとは折れ線グラフを書きなさい。ね、できますよね。やっていきますと、6時の時に40度、ここですね。で、8時の時は39度、あ、40度になりました。40度、ここですね。ここが40度。で、8時の時は39度、1個減るんですね。で、10時の時は41度、ここですね。で、12時になったら42度、ここですね。
で14時になったら38度で16時になるとまた40度ね、こういう風になります。であとは定規でねしっかり引いてください。こういう風になります。いいですかね。ちょっとねガタガタ先生のガタガタしてますが実際ね引くように定規でね引けるようにしてください。いいですかね。こういう風になります。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい、じゃあね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。